ヨーロッパコフキコガネメロロンサメロロンサの幼虫事務所とは、昆虫の幼虫の類型の一つであり、コガネムシの幼虫などを指す。丸まった不活発な虫である。甲虫類の幼虫に多い。昆虫の幼虫には特に別の名を持つ例がいくつもあるが、事務所もその一つである。近年は使われる例が比較的少なくなっている。意味としては事務所であり。 土の中にいることからその名がある。コガネムシの幼虫は土の中に住んでいるが、さほど活発に移動するものではない。普通は体を C の地型に曲げている。頭部が頑丈ではっきりした顎があり、触覚や目は対火的。胸部と腹部は連続しており、白くて柔らかい。背面は丸まり、覆面はほぼ平らになっている。 付属子は胸部に短いものが3体があるだけで、腹部には何もない。移動の際は体をやや伸ばし、胸部の付属子で体を引きずるようにして進む。しかし、後ろ半身は十分に伸ばせない例が多い。小金虫やカブトムシの幼虫はいずれも蒸気のような形である。クワガタムシの幼虫はより体が曲がり込んでいる他はほぼ同じである。同じ、 コガネムシ類でもやや異なるのが、花むムグリ類で、外形は、ほぼ同じだが、付属紙は短い。平らな場所に出すと体をまっすぐに伸ばし、背中を下にして、体を波打たせるようにして移動する。しかしつつくと、C の字型に丸まる、ゾウムシ類の幼虫。体が太く、足がないこのほか、ゾウムシ類では、胸部の付属子のないジムシ型が見られる。いずれにせよ、 これらは穴に潜って生活するもので、積極的に穴を掘り進むよりも、あまり動き回らずに、自分の周囲の腐食室や植物組織等を食べて、暮らすような不活発な生活様式に対応した体制と言える。ありがとうございます。